今日は助けていただいて本当にありがとうございました、アリチさん。やはり帰ってきておったのか。ご主人の気配が移動したことに気づいてな。もしや何かが起きたのかと思い駆けつけたのだ。だいたい1時間から1時間半前のことです。その頃であれば間違いなく本殿で依代の監視を行っておった。だが残念ながら反応は何もなかった。そうですか。現状ではやはり呪いを解く手がかりは恋であろうな。うむ、試してみる価値はあると思うぞ。代役であろうと魔子の楽しむ気持ちが伝われば、あるいは淡い期待ではあるが無意味とは思わぬ。一度試しにデートをしてみてはどうなのだ、マコよ。え、ですがそれは。なんじゃ、気が向かぬのか。あまり。恋人の代役なんて相手に失礼だと思います。その気持ちは理解できるが、別にモテ遊べと言っておるわけではない。それは分かっています。それにだな、もし本当に好きなものができた時はどうするのだ。その男を利用するために好きになったのかもしれないと自分を責めていては告白もできまい。そうなれば一生このままかもしれんのだぞ。確かにこのままというのは困りますが、もしかして風邪ですか。あ、卵酒を作りましょうか。ここまではっきり拒絶されるとは。一体何をしたのだ、変態よ。あ、いや、ご主人よ。